この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。はいどうも、おじゃんです。ということで、今回はこちら、彼の神様、あいつの救世主というデジタルノベルですね、やっていきたいと思います。フル音読なんで大変です。彼の神様、あいつの救世主。ふーん、そうなんだ。うん、まあ全部竹谷からの受け売りなんだけどね。昼休みの3年 A 組の教室に、周囲の喧騒に紛れるほどには小さく、相手の耳に届くほどには大きい声が、交わされていた。同じクラスで、隣の席で、相当に変わり者、っていうか、クラスでも浮きまくってるみたいでさ。ハルキも相当苦労してるみたいだよ。たった一人の話し相手が北原くんか。そのふと考え込むような仕草に花があるという周囲の女生徒たちに不公平感を与える少女の名前は小木曽刹那という。2年連続ミス北条大夫とか学園ナンバーワンアイドルとか激追王とかいろいろと派手な肩書きを持つくせに、それほど同性に嫉妬されない人当たりの良さも併せ持つ、ある意味厄介なほどに完璧な美少女。そういうの春樹から聞いてないの？あいつが連れてこようとしてるんでしょ？ということはこれはあれか、伊代か。あの女。あの伊代の目線か。そしてそんな完璧美少女に相対しながらも、その不公平感をこのクラスの中では一番受け流せる少女の名前は水沢伊代という。その性別を感じさせない性格的にも、主に下級生に絶大な人気を誇る容姿的にも、刹那とざっくばらんに話してくれるのは今やこのクラスには彼女しかいなかった。そうか、ああなるほど、そっちの目線もあるな。言われてみれば刹那側をよく見とった。それこそあの竹谷があの前回までのカズさんのショーであったように、春樹のことをめっちゃ見とるように、あの刹那に関してもこの伊代が、近くにいてずっと見てくれとったからね、客観的に。あ、だからそっちの目線か。なるほど。そういうゴシップっぽいことは全然。まあそっか、知り合って1週間だもんね、あんたたち。そういうことじゃなくて、北原くんは人のプライベートを簡単にペラペラ喋ったりしないって意味だよ。もし喋るとしても、その前にきっちり本人に許可取ろうとする人じゃない。詳しいね。知り合って1週間なのに。だって、体験談だもん。知り合って1週間でもうあの契約社会の洗礼を受けてるんだ。刹那が彼から聞かされたのはゴシップではなく自慢話だった。それもちょっとムカムカするくらい夢見がちな目つきで語られた。今彼女たちの話題を独占している変わり者は名を東間和沙という。とある事情で刹那が3年生になって初めて名前を知り、そしてもしかしたらそれ以上に関わることになるかもしれない相手で、そんな性格だから1年の頃から周囲とうまくいかなくってさ。とはいえ刹那は彼女の存在だけは1年の頃から知っていた。ほう。向かいの校舎の窓や、登下校の通学路で何度かその姿を見かけた。へえ。それどころか一度見かけた時から記憶に強く焼き付けられていた。
何しろ彼女の容姿は目を引くことをこの上ない。誰もが目を留めずにはいられない高い身長と長く艶やかな黒髪、他人を寄せつけない完成された抜群のスタイル、そして、切れ長の瞳に代表される鋭利な美しさ。同じ学年で彼女の存在を3年になるまで知らなかったとしたら、その人物は女性に興味がないか美的感覚がおかしい人物に違いない。だからメンバー加入はないと思うけどな。あんたたちには気の毒だけど、ないのかな。もし入ってきたとしても後が大変じゃない。そんな子またトラブると思うよ。トラブルのかな。だってさ、誰とも仲良くなれないんじゃどうしようもないじゃん。誰ともなのかな。数日前、彼女と初めて会話とも言えないような二言三言を交わした時のことを思い出す。東間和沙はそんな孤高な女の子には見えなかった。口数はその場にいた彼女のクラスメイトへの悪態を数えればとても少ないと言えるような数ではなかったし、誰にでも取るはずの冷たい態度とやらも、その場にいた、彼女のクラスメイトへの反応を考えれば単なる友達同士の、じゃれ合いにしか見えなかった。もしかしたら彼女のクラスメイトがその場にいたせいでいつもの彼女ではなかっただけかもしれないけれど。何よ、さっきから含みあるじゃん。仲間に引き入れる自信あるわけ？いや、入れたいのかな私。あ、これが刹那目線になったんか。私に聞かれても。彼女のクラスメイトと北原春樹と一緒にいた時のあの態度こそが本当のいつもの彼女だったのかもしれないけれど。マジかよ、お前マジかよ春樹。あの小木曽刹那がお前らのバンドに入ったって？一体何がどうなってんだよ。てかどうやって口説いた？それ以前にお前いつ小木曽さんと話ができるような関係になったんだよ。俺お前を尊敬するわ。そのチャンスを絶対に逃さない根回しの才能に。みんな頼むから俺に昼食を食わせてくれ。昼休みの3年 E 組の教室に周囲の喧騒をものともしないほどに大きく、それこそ耳をつんざくような怒号が鳴り響いていた。いやでもマジで仰天動地、だろそれ。お前小木曽だぞ。3年連続ミス北条大夫だぞ。いやまだ3年目の投票終わってないから。マジでどうやってダマくらかしたんだよ。だからそれはじゃなくて邪魔してない。どさくさに紛れて人を貶めるな、はめるなか。この言葉に詰まりながらも説教を忘れない周囲の男子、生徒たちにいつも鬱陶、親しまれている少年の名は、北原春樹という。なおこの鬱陶親しまれるというのはとある、親友が彼を評しての造語だが、春樹にとってみればその内容よりも日本語の間違いが我慢ならなかった。なんかダメ元で軽く頼んでみたら軽く引き受けてくれたぞ。みんな最初から諦めてただけじゃないのか。ないない、絶対ない。お前今まであの子に告って撃沈した英霊の数を知ってるのか。いや知らないけど。ああ俺も知らない。なんだよそれ。確かに死者の数は多すぎて誰も知らないけどさ、でも生還した英雄の数なら誰でも知っているぞ。ゼロだ。だからお前らそれプロポーズの内容が全然違うだろ。それはともかく今彼らの話題を独占しているあの小木曽刹那はなお当然ながら小木曽刹那という。とある事情で、春樹が3年生になって初めて言葉を交わし、そしてもしかしたらそれ以上に関わることになるかもしれない相手。あら
ぶっちゃけ春樹の所属する軽音楽同好会の新メンバー。1ヶ月後に、控えた学園祭用の即席バンド、さらの、即席バンドのさらに即席ボーカル。ついでに周囲の言う通り、2年連続ミス北条大夫とか学園ナンバーワンアイドルとか激追王とかいろいろと肩書きを持つ完璧な美少女。どっちにしてもあの小木曽がお前の目の前で笑顔でコクンと首を縦に振るなんて、そんなありえない妄想話なんか聞きたくないんだよ俺たちは。いやでも本当にあっさり引き受けてくれたんだってば。もちろん嘘だ、一発断れとるはずだもんな。刹那が春樹の申し出に首を振るまでには確かにさまざまな苦労と紆余曲折と意外な展開が目白押しだったけれど、それは多分周囲が想像するような経緯とはかけ離れた内容だったから説明のしようがなかっただけで、何しろ春樹の知っている刹那は皆の知っている小木曽とは全然違う。地味に生きようとしても世間が許さなくていろいろとしがらみに振り回されているという、なかなかにシンパシーを感じさせる苦労人なのだから。それにさ、まだ浮かれてる場合じゃないんだってば。なんでよ、小木曽が歌うんだろ。そんなのもう勝ったも同然じゃん。お前らの出番の時だけ人であふれかえるぞ絶対。そりゃあまあボーカルの文句を、ボーカルは文句のつけようがなくなったよ。けどその他が、そのセリフとともに春樹がチラリと視線を向けた先には窓際の席で突っ伏している女性との姿があった。この修行から、修行まで教室で眠りこけ、一部を除いたクラスメイトに空気扱いされているのは、そう、その少女こそ名前を東間一沙という。変わり者とか浮いた存在とか孤高の一匹狼とかいろいろと微妙な肩書きを持つおかげで誰からも距離を置かれている単なる厄介者な美少女。今もその評判が示す通り、周囲の喧騒などどこ吹く風で何事にも興味なさそうに安らかな寝息を立てていた。と、周囲に信じ込ませることができているのもいつもの不良じみた言動のおかげだった。実はさっきから全然寝ていなかった。というか寝てなんかいられなかった。先ほどから隣の男子たちが口にする小木曽刹那という名前がいちいち上総の神経に触ってきていたから。とある事情で上総が3年前になって以下略な相手とはいえ、上総は彼女の存在だけは、いや同じ学園の誰もがその名を知らないでいる方が難しかった。向かいの校舎の窓や登下校の通学路というか人の輪の真ん中を見れば大抵そこにいる。目をそらそうにも周囲の視線が全部同じ方向を向くのだからつられずにはいられない。誰もが好意を抱かずにはいられないその笑顔、周囲を和ませそして華やかにする雰囲気の良さ、そしてほんの少し垂れ気味に丸く見開かれた瞳に代表される柔らかな可愛らしさ。同じ学年で、いや同じ学園、同じ学年で、いや同じ学園で彼女に関心を持たないとしたら、その人物は東間一沙のような、何これ、なんちゃら性的な、何やこれ、まあいいや、サボり魔に違いない。いや違う、何なんだあいつは。何しろ今はその上総ですら小木曽刹那のことには並々ならぬ関心を持たざるを得ない状況に追い込まれているのだから。そやね、前回まであんなことやこんなことになってたもんね。
同じ目をした。数日前、彼女と初めて会話とも言えないような二言三言を交わした時のことを思い出す。小木曽刹那はやはり周囲が言う通りのアイドルだった。昔から聞いていた評判通り、目にしていたイメージ通りの可愛い顔、声、仕草から繰り出される明るく爽やかな態度で、上総とその場にいた彼女のバンド仲間に接していた。ただほんの少しだけ評判と違っていたのはその距離感。それも当然上総とのではなく、彼女のバンド仲間との。バンド仲間？あの時上総は絶対に合わないタイプだと直感で悟った。何もかも自分と違う光の、白の太陽の属性。いい意味で特別扱いされ続けてきた、正しく強い勇者。相手に対しての気持ちを正直に顔に出せる、そのまっすぐな心。だから彼女はカズさんにとって今年入って2人目の苦手なやつになった。他人に関心を持たないカズさんには他人を苦手とする理由などないはずなのに。あれ、トーマ、どこ行くんだ？なんとなくイラついた頭を冷やしてこようと席を立ったカズサに、まるでずっと観察していたかのようにすぐ声をかけてきたのは、ついさっきまで騒動の中心にいた今年に入って一人目なやつだった。もうすぐ昼休み終わるぞ、昼食食べないのか？委員長ってのはクラスの人間の栄養状態にまで気を配らなくちゃならないのか？そりゃ大変だな。アメリカンジョーク。そういうわけじゃないけど、きちんと3食取らないと余計に眠くなるぞ。そうだよ、眠いんだから話しかけるな、うっとうしい。トーマと、カズサは彼に向かっていつも以上の冷たい視線と声で歓迎してみせる。この時系列で言うのであれば、あれだもんね、刹那が軽音楽同好会に入って、でその後、トーマ上総を勧誘する前の話だね。だから、前回までやってました、トーマ上総の序章のあれとはまた話が変わってくるんですよ。北原春樹の感情の面で、その送る視線の意味もちょっと変わってくるんだよね。それは間違いなく上総らしい理不尽な態度だったけれど、彼女にしてみればそれくらいの憂さ晴らしはさせてもらえないとやってられないという心境だった。だって彼こそが今の上総の不機嫌の諸悪の根源だったから。上総の前に、水と油としか思えない刹那を連れてきた。変に興奮した口調で刹那のことを熱く語った。刹那がバンドを自分を救ってくれたって。おー、なるほどね。刹那だけが自分の味方なんだって。刹那だけって。顔色悪いな、トーマ。もしかしてお前もしかして体調が。なんでもないから寄るな。こちらを心配してくれたはずの春樹の手を振りほどくと、カズタは逃げるように教室を出ていく。自分の考えていたことがなんだか変にむずがゆくて気持ち悪かったから。意むことには慣れているはずなのに、その意味の内容が いつものとあまり乖離して あまりに乖離していたから。あ、少し強く扉を閉めて廊下に出た瞬間、カズサは吐きかけたため息を一瞬で飲み込んだ。あ、目的地である3年 E 組の教室の手前で、刹那は息を飲むとともに歩みを止めた。
10歩ほど距離を置いてお互い相手に目を奪われていた。トーマさん、おぎそう、せつな。二人とも相手が自分を見ていることをしっかり意識しながらも、自分の視線が相手を向いてしまっていることには気づかない。だから自分がさりげなく振る舞えていると信じて、再びゆっくりと、けれど今度はぎこちなく歩き出す。相手の方へと向かって、やっぱりかっこいいな。刹那はついついカズサと自分を見比べてしまう。身長があと3センチ高かったらいつも、身長があと3センチ高かったらといつも思っていたのに、目の前の同級生は自分よりも5センチほど高くて、髪も自分のはこれ以上伸ばすと先が跳ねてしまうのに、目の前にサラサラと流れる黒髪は自分よりも10センチは長くて、そしてあとせめてもうワンサイズ増やしたいと思っているカップは、可愛いってこういうのを言うんだろうな。カズサは刹那の立ち振る舞いに言い知れぬ理不尽さを感じる。あ、なるほどね。今回はそういう感じだね。場面転換、いろいろその同時進行する、その登場人物たちの感情をあれこれ言うんやね。なるほどなるほど。立ち絵があったらもっとわかりやすかったかもしれんけど、デジタルノベルだからしゃあないね。実際は文字だけだったもん。全体の作りの、全体的に作りの大きい自分に比べて、黄金人はこういうことだと言わんばかりの絶妙のバランス。人をビビらせることしか脳のない自分の目つきに比べて、人を引きつけずにはいられない、ちょっと上目遣い気味の大きく潤んだ瞳。そして何より、とある情報筋から幾度も聞かされた、見た目だけでは測れない彼女の本当の魅力。そんなどう考えてもぶしつけな視線をお互いに感じつつ、それでもお互いに無関心を装い、10秒にも満たない、10時間にも感じる10歩は過ぎ去った。すれ違う際、なぜか二人ともその表情にほんの少しの敗北感を漂わせつつ、そしてそのまま、カズサは突き当たりの階段を上り、はあ、刹那は E 組の教室の扉へと手をかけながら、二人が廊下から消えるほんの一瞬、最後に振り返った時、相手は自分のことを見ていなかった。けれどそれはほんの少しのタイムラグ。どちらが先に振り返ったか、どちらが最後まで相手を見ていたかの、どっちにしても一勝一敗のチキンレース。なのに、その勝敗を判定する、審判がこの場にいないせいで、意味のない敗北感と理由のわからない疲労が二人同時にますます重くのしかかる。それでもいつまでもそうやって原因のわからないままモヤモヤした気持ちを抱え続けるわけにもいかず、二人はほぼ同時につぶやく。よし。刹那は小さく握った拳に力を込めて、よし。カズサは窓から空を見上げて、話しかけてみよっと。関わり合いになるのはやめよう。お互いに小さな決意を胸に秘め、おお、ボイスドラマあるやん。やったー。はい。あ、ボイスドラマあるんだ。今回めっちゃ面白かったっすね。やったやった。ボイスドラマあるんだ。ちょっと待ってね。ボイスドラマの内容が。
いつ聞けばいいかっていうタイミングがちょっとありまして、あ、ボイスドラマ、なるほどね。うわー、祭りの前だ、二人の24時間、これか。うひょー、テンション上がってきたな。ですね、これに関してはどうしようかな。うん、これ聞いてもいいんですよ。うん、この後やな。せやせやせや。うん。よし。じゃあ、次回は、このボイスドラマ。おぉ、やった。祭りの前、二人の24時間。全部で、何分あるんやろ。わからんけど。これを聞きましょう。あれだね。なんて言うんだ。黙っとると、なんか、イフォアップロードチックになるから、多分、途中でちゃちゃ入れると思います。それに、それが嫌な人はもう自分でやってください。はい。あ、やばい。右下の、日付と時間が映っとるね。割と直近で撮っとるんですよ。同時進行の作品が多すぎて。撮影日バレとるね。まあいいさ。よし。じゃあ次回は、こいつを、聞いていきたいと思います。はい。ということで、今回はお疲れちゃん。